サクセスブロッケンは日本の競争場、誘導場。主な勝ち倉は2008年のジャパンダートダービー。2009年のフェブラリーステークス東京大賞店。誕生までの経緯サクセスビューティーは1999年に北海道ニカップ町谷口牧場にて生産された品場である。立東トレーニングセンターの山内健治旧社で競争場としてデビューし、 2002年の名の花賞、フィリーズレビューを勝利するなど13戦3勝を記録。引退後は繁殖品馬として、北海道浦河町の谷川牧場になぎようされた。初年度は、ジャングルポケットと交配し、2004年に初号生産。同年、2回目の交配相手には、種ボバ共用初年度のシンボリクリスエスが選ばれた。幼ごま時代2005年5月5日。 谷川牧場にて、2番子である青影のお馬が誕生。生まれた子は、牧場の谷川隆秀代表が、膝から上は完璧。本当に良い馬だと思ったし、ダービーを意識できる馬だったと振り返るほどだったが、前足が大きく外交していた。外交は故障しやすく、能力発揮の妨げになる可能性があったため、日本中央系馬会の想定士が毎日診察し、 獣医師の助言を受けるなど、強制を試みた。しかし、効果はなく、しばらく競争場としてデビューする見込みが立たなかった。子は、母や兄と同様に、高島明の所有が内定。競争場デビューを目指していたが、実績のある両親にもかかわらず、見分する、調教師が、ことごとく管理を拒否。 預け先が決まらないまま離乳を迎え、浦川町の吉田ファームに移動した。吉田ファーム移動後は、最新の注意を払いながら、調教を実施。吉田ファームの牧場長は、大学の馬術部時代から、信仰のある藤原秀明町教師にこう紹介した。藤原は、当初その子と初対面だと考えていたが、過去に、牧場で草をはむ様子に見せられた馬がその子である。 ことが判明。偶然の再会から、喜んで管理を受け入れた。その後は、新日高町の小国スティーブルに移り、足に気を使いながら育成が進められた。子には、高島の用いる冠名、サクセスに、ブロッケン現象から、ブロッケンを組み合わせ、サクセスブロッケンと命名。2歳に立党トレーニングセンターの藤原厩社に入級した。 二から三歳藤原は、足への負担を考え、メンバーの手薄な福島競馬場を勝つ、ダート競争を初戦に選択。2007年11月17日、新馬戦に中立英二が起場して、単勝二番人気で、デビューとなった。スタートから先頭に立って逃げ、第三コーナーで加速。後方の追い上げなく、独走。 後方に10馬身以上の大差で入選して初勝利。2位入選は3.1秒後であり、総破タイムは2歳、レコードタイムを樹立した。その後も、ダートへの出走を続け、黒畜生、ヒアシンスステークス、タンゴステークスに、すべて一番人気で出走。それぞれ3馬身半差、4馬身差、5馬身差で、ことごとく勝利し、4戦4勝。 4連勝とした。藤原は、ただのダート馬と思っていないと評した。続いて、6月1日の東京優秀に参戦。クラシックの出走登録をしていなかったため、追加登録料200万円を支払った上での出走となった。初の重傷及び GI、芝競争出走に、藤原は、体もしっかりして、足元の心配もなくなってきた。 ボバを預かったからにはダービーを目指すのは当たり前。オーナーの決断もあってのことだし、横山天気種も分かってくれている。説明する必要もない。結果を残せると思っているよと話し、横山も十分勝負になると思っていたと語っている。サツキ賞優勝馬のキャプテントゥーレが故障で回避する中、一番人気は NHK マイルカップを勝利したディープスカイ。 続く2番人気は、重賞2勝のマイネル・チャールズ。サクセスブロッケンはそれに次ぐ3番人気に支持され、芝の重賞優勝馬を上回る評価となった。スタートから先行し、最終コーナーは4番手で通過。直線では全く伸びず、最下位の18着に敗れた。横山は、俺の夢は終わりました。すいません。ダート馬でした。と振り返り、藤原も、 今後は、ダート路線で行くと宣言した。その後は、ディットトレーニングセンターで調整され、7月9日の、ジャパンダートダービーに参戦。単勝オッズ1.2倍の一番人気で出走した。二番手追走から第三コーナーで抜け出し、追い上げる、スマートファルコンに三馬身反差をつけて、先頭で入戦。 重傷及び GI 究競創発勝利となった。秋は、そのだけ馬場で行われた JBC クラシックに2番人気で出走。逃げに出たが、直線で1番人気のバーミリアンに捕まり、首かわされ2着敗退した。続いて、ジャパンカップダートでも2番人気で出走し、逃げるも8着に敗れて、ダートでは初めて着外となった。続戦し、 年末の東京大賞店では、岩田後世に乗り換わり参戦する予定だったが、岩田が、起場停止となったために、結局、内田博之が起場。2番手から抜け出すも、金引きりや、バーミリアンに交わされ3着に敗れた。4から6歳小馬となった2009年、1月28日の、川崎記念では2番人気で出走し、3着に敗れて、4連敗とした。 続く、2月22日のフェブラリーステイクスでは、単勝オッズ20.6倍の6番人気で、出走した。スタートからエスポワールシチーが逃げる中、それを見る行為に位置。直線では、同じく行為にいた、金引きり、カジノドライブと共に3頭で追い上げ、やがて、エスポワールシチーをかわして3頭の競り合いとなった。残り50メートルで番外のサクセスブロッケンが、 抜け出し、カジノドライブに、首差をつけて、先頭で入線、GI 級競争2勝目となり、JRA の GI 及び重賞初勝利となった。総破タイムは、名勝ボーラーが2005年に記録した1分34秒、7を0.1秒上回るレースレコードを樹立。谷川牧場は、1994年の、優秀品馬を、鳥会キャロルで制して、以来、 15年ぶりのジョギー競争勝利となった。その後は8ヶ月の休養となり、秋は、マイルチャンピオンシップ南部杯で復帰。単勝一番人気に支持されたが、終始、エスポワールシチーに突き放されて2着。名古屋競馬場で行われた JBC クラシックは、補欠止まりで出走が叶わず、武蔵野ステークスに転身。一番人気の支持だったが10着。 それからジャパンカップダート4着となり3連敗となった。第55回東京大賞典続いて、年末の東京大賞典に2番人気で出走。フリーオーソが逃げる中、1番人気、バーミリアンと共に先行。直線では、バーミリアンが先に抜け出し、サクセスブロックンはその外から追い上げた。残り100メートルで2頭が並び、競り合ったまま決勝戦を通過。 サクセスブロッケンが、花さだけ先着し、GIQ 競争3勝目を挙げた。5歳となった2010年は、ドバイミーティング参戦を目論み、フェブラリーステークスから始動。2番人気の支持を集めて先行するも、先に抜け出したエスポアールシチーや、後方から追い込んだテスタマッタにかなわず3着。レース直後、招待を受けていた、ゴドルフィンマイルへの参戦を決定したが、 後日招待を辞退し、国内に専念した。それから、柏記念は2番人気4着、6月の帝王賞は1番人気8着。藤原は状態の立て直しを図るために放牧させ、秋の出走を見送り年内全休となった。6歳となった2011年、2月のネギシステークスで7ヶ月ぶりに復帰するも13着敗退。 体調の悪化を理由に、その後のフェブラリーステークス出走を断念するとともに、引退を発表。2月3日付で、JRA の競争馬登録を抹消した。誘導馬時代競争馬引退後は去勢され、東京競馬場で乗馬となる。2011年の2開催では、競馬場内のローズガーデンで展示された。2012年2月からは、誘導馬に転身。 インターネット上ではサクセスブロックンの名で Facebook が開設され1万人以上のフォロワーを集めた。自身が優勝した f e b u リ a r y s t ス a k s では毎年のように先導を行っていた。また2020年には初めて東京優春の先導を行った。2021年2月21日 f e b u リ a r y s t ス a k s の先導をもって誘導馬を引退し、 鹿児島県のホーストラストに移動している。以下の内容は、netkeiba.com およびアビスサーチに基づく。三大母のコロニアルウォーターズは、アメリカ G1 ジョンエーモリスハンデキャップの勝ち馬で、ブリーダーズカップディスタフを含めて、G1 で、たびたび2着に入っている、活躍場。その半アニにソードダンサー H の勝ち馬サザンサルタン。 プリークネスステークス2着のアイアンコンスティテューションがいる。また、いとこに、東京ダービーカチウマのマカニビスティがいる。ありがとうございます。